美味しそうですね。太麺で食べてください。すごい太麺で、うん、野菜たっぷりのかき揚げです。自家製のかき揚げとさつまいも、さつまいもの天ぷら、どうぞお召し上がりください。かまぼこも1枚だけ入ってます。はい、どうぞ。美味しそうです、はい。